中井雅宏と井ノ原義彦がぶちまけた滝沢秀明への本音、自分だけが良ければいいって思わないで、は誰に向けられた言葉なのか。滝沢のはどう思ってんの三宅が行ったわけでしょ。ああいうの見て何やっちゃってんだ、とか思わないわけ中井雅宏、50歳の直球すぎる質問に井ノ原義彦、47歳、がたじたじになる一幕があった。 8月11日に放送された中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ TBSK で熱く語り合った面々。この日のゲストは 20S センチュリーイカトニセンの井ノ原と坂本正幸52歳、長野博史50歳の3人で収録は都内の料亭で行われた。中井さんとトニセンはジャニーズ JR 時代からの長い付き合いで 4人はお酒を飲みながら積もる話に花を咲かせていました。はじめのうちはそれぞれの結婚館やジャニーズアイランドの社長に就任した井野原さんの仕事のことなどをわきあいあいと話していましたが、終盤で滝沢秀明さん、41歳、山本 V6 の三宅健さん、44歳の名前が出ると空気が一変。 張り詰めた緊張感がテレビ越しにも伝わってくるほどでした。芸能リポーター。冒頭のように中井から確信をつく質問をされた井野原は言葉を選びながらこう答えた。ちゃんとやってねと思う。ちゃんと面倒を見てやってねとは思う。三宅を頼むよとは思うけど知らなかったので俺たちも滝沢のところに行くっていうのは 今年5月にジャニーズ事務所を退所した三宅は約2ヶ月後に滝沢の新会社とべに電撃移跡。事前に井ノ原たちに相談さえしていなかったという意外な告白に中井も思わず絶句した。トニ選の3人と三宅と森田豪、44歳、落田純一、42歳の6人が V6 としての活動を終えたのは2021年11月。 解散と同時に森田はジャニーズ事務所を退所し、その後、三宅も新しいステージへ向かうという言葉を残して事務所を去った。井ノ原さんは三宅さんが退所することを直前まで知らなかったと言います。ましてや、滝沢さんと交流することは全く知らされていなかったそうで、今回の金スマでも言えなかったんだろうな。 と自分に言い聞かせるようにこぼしていました。健康で幸せにやってくれればいいとエールを送っていましたが心中は複雑だった。はずまえで芸能リポーター。井ノ原は滝沢についても全然問題ないと大人の対応を見せたが、二人の間にはテレビでは言えない深い因縁があった。滝沢がジャニーズアイランドの社長を退任したのは昨年9月末。 公認についた井原は後に、デイリー新調、2023年1月1日付のインタビューで、突然の社長交代劇を、こう振り返っている。滝沢とは26、7年くらいの付き合いですし、俺代わりにやることになったから、ね、って僕から声をかけました。ただ正直、引き継ぎめいたことがなかったのは事実です。 彼はほとんど誰とも話さないまま出て行ってしまったので、井ノ原の言葉には200名近い JR を放置して黙って事務所を去った滝沢への複雑な思いが端々ししに現れていた。井ノ原さんは社長就任後 JR の信頼を得るために率先して現場に立ち会い、社長室に全員の顔写真を貼って必死に名前を覚えたそうです。 それだけに、就任直後にインパクト大勢の7人から退場を切り出されたショックは大きかったと思います。レコード会社関係者、井原は突然の申し出に驚きつつも、彼らを引き止めることはなかったという、慎重のインタビューでも寂しい、反面同じ男として同じジャニーズとして彼らを気持ちよく送り出したいと語っていました。 キングプリンスを辞めた平野志洋さんたちにも同じ気持ちでいるそうです。井ノ原さんは彼らが滝沢さんのところに行くことを分かっていながら、その話に触れず、ファンを幸せにしてくれ、とだけ伝えたのだとか。退場後、彼らは飛べに移籍し、グループ名をイムプニー変えましたが、メンバーからも滝沢さんからも井ノ原さんには何の連絡もなかったと言います。 前でレコード会社関係者、滝沢と会ったら話せるかつては同じステージに立ち互いに励まし合った井ノ原と滝沢になぜここまで大きな溝ができてしまったのか。JR 時代に V6 のコンサートでバックダンサーを務めた滝沢さんを井ノ原さんは弟のように可愛がっていました。たまたま同じ指輪をつけていたことがあり、その時は二人で大盛り上がりしたと言います。もっとも、 ジャニー北川前社長の寵愛を受け、低音楽を叩き込まれた滝沢さんと、V6 としての活動に打ち込んでいた井ノ原さんの目指した方向はまるで別。仕事での接点も数えるほどで、プライベートの交流はほとんどなかったようです。芸能関係者。その滝沢が、急速に三宅との距離を縮めたのは、数年前のことだった。 きっかけは三宅さんが2016年から3年連続で出演した滝沢歌舞伎でした。息統合した二人はユニット、剣保した G を結成し、CD デビューも果たしています。滝沢さんは、若くして亡くなった自身の兄の姿を三宅さんに重ね、兄貴と呼んでしたい。三宅さんも滝沢さんに、俺は、お前を笑顔にするために滝沢歌舞伎に出る、と言っていました。 二人が合流した背景には、この数年の間に築かれた強い絆があったようです。前で芸能リポーター。古巣のタレントを次々に引き抜く滝沢の行動を支持するファンがいる一方で、多くのファンや JR に大きな混乱を招いていることも事実だ。滝沢さんは8月18日に m ムプエの第一弾シングルを世界配信することを発表しましたが、 当日は JR の人気グループヒヒージェッツがヒヒの日と定めた記念日なんです。滝沢さんが指導し、今は井ノ原さんが手掛けるグループの記念日にあえてデビューをぶつけてきたところに何らかの意図を感じる関係者は少なくありません。前でレコード会社関係者、金スマで困惑気味の井ノ原に中井は優しくこう語りかけた。解散にも退場にも教科書があるわけではない。 本人にとっては初めてのことだから、こうあるべきだという答えを必ずしも固めなくてもいいんじゃないかな。一方で、でも、お互いに話しても良さそうだけどね、と本音をぽつり。井ノ原は、滝沢と会ったら話せるし、三宅とも連絡は取る、と、没交渉ではないことを強調するのが精一杯だった。 金スマでは中井さんが退場した時に東山の之さんがお別れ会を開き井ノ原さんや国分太一さんが参加したことも明かされました。誰とも話さずに消えてしまった滝沢さんとは対照的に、退場後も古巣のタレントに慕われる中井さんは稽古な存在です。 スマップ解散後も新しい地図の3人と合流せず、中立的な立場を取り続けているのも中井さんなりの考えがあってのことなのでしょう。前で芸能リポーター。中井が井ノ原に最後に伝えたのは、エンターテインメントのあり方だった。自分だけが良ければいいって思わないでいた。いいね。 自分の人生さえ良ければなんて思ってると、やっぱりエンターテインメントってどっかで濁ってしまうかなって。解散も退場も経験した中井ならではの深いメッセージは誰に向けられた言葉だったのだろうか。米印女性セブン2023年8月31日号。